はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日はコードベインの22回目お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。ダメですか、声変えちゃう。たまにはね、面白くないからイメチェンしようかなと思ったんですけど、合わない。そっか、じゃあやめます。前回ね、この前回からか砂漠のマップを探索中で、このなんだかわかんないゴロゴロね、そっち行ったらまずいっすよ。あれえ、それが取りたかったと。出れないっすよ。早っ、弾出れます。あ、もうこれ死亡フラグ。あ、でもちょっとずつ、もうちょいもうちょい、いけるいける。いきなり危な。なんすか、何しに行ったんすか、あれ取りに。あ、多分分かりやすいトラップですね。それかステップつけた状態でね、行けばね、取れたのかな。多分普通にね、右前、あそこ右、危な。今壊せんすね。驚きました。いや、びっくりしましたね。いきなり入って、入ってじゃないか、いきなり始めて、もう今ね、行きそうでしたね。せめてね、その前によし行きますかと、いつものね。最近言ってないですね。あ、ボス出てないから壊せないと。あれ、こっち来てるじゃないですか。今度は反対側かな。大体そうっすよね、今度ね。早いっすね、でもね、結構弾の流れてる感じが。はい、ほら、あった、休憩場所。今度は反対っすよ。それ行ったら行きましょう。危ない危ない。ヨウさんは平気なんすか、引かれても。あ、左、あれ右、危ない危ない危ない、撃たれて、なされちゃいますよ。あれ、どこ行きました、引かれた。敵も引かれるんすか。あれ、なんか後ろに、あ、こいつが転がしてたやつ、よかったっすね。これで一安心。 OK っすね。ようやくたどり着きましたね。じゃあどっち行きます。そこ、とりあえず降りる。なんかいる。笑っちゃダメね。いや、なんか今音がね、入ってないかな、入ってるかな。ラップ現象、バキバキ言うんですよ。うちのなんか冷蔵庫とかテーブルとか。だからそれがね、すっごい聞こえたんで。入ってないですかね、多分ね。それいいですね、そのドーンって
飛ばすやつ。射撃に注意を。裏から回ります。終わりですね。ずっと先まで。なんかある砂の街ですね。使わせてもらいましょう。狭いようですが、後ろから殴っときましょう。あのスライムいっぱいいるじゃないですか。全然違うとこ切って。あと3匹ぐらいいますよ。行かない？まあそうですよね。行く必要なきゃね。行かなくても。そっちは大きいのがいると。こっちは撃ってくると。どっちか行きましょう。ね。多分スライムさんここにもいるかな。その武器すごいガードできるんですね。ガード機能が高い。でかいから知ってて使ってんですか。知らないですよね。でも普通の通常武器っていうか他の、まあ、そんなにガードできなくないですか。これ武器によって違うのかな。ちゃんとね武器性能的なものを全然ね調べないで。危ない。見てるんでね。これもあれでしょ、でかいから使ってるだけね。なんかもっといい装備意外と持ってるんじゃないですか。あれ前にもね宝箱言ったんですけど、一回ねちゃんと武器を調べて自分のスタイルに合ったものをね装備するように一回してみます。時間あるときね。てかもうかなり後半ですけどね。なんか拾った。洋服。なんかね、あんまりスカイ君もこだわりがないですもんね。武器とか装備とかね。まあいければいいかなみたいなね。嫌です。さっきの声もう一回やります。高い声あれね疲れるんですよ。お、エレベーター行かないの。行った方がいいんじゃないですか。あ、他のとこ行ってからボスっぽいね。そっちの上の左側もね行ってないです。あ、左っていうかここ左。道を選ばなくてはならないようです。じゃあ行ってください。あれですよ、歌歌う時、高いとこ歌う時高い声出しません？あれと一緒ですよ。それで喋ってるだけ。誰でもできるんじゃないですか多分。このね今喋ってる声は地声、地声つか一番楽な声ですね。だからね聞きづらいですよねこれね。もうちょっとねキーを上げた方が聞きやすいのかなとかは思うんですけど、なんつうのかな、息が続かない。使わせてもらいましょう。だからやらないんですよ最初だけ。変な人でしょうねえ。全然違う声でした。自分で
喋った声聞いてなかったんで違う人みたい。どっちが良かったですか今それはね、ずっと聞いてるから。聞いてない人でね、初めてだったら今度はね、高い声で最初から最後までやります。誰だお前みたいなねたまにはいいですよね。下も行けますね。行ってみます。このはしごは初めて見ます。ほら、初めてって言ってますよ。お、マップ広げん。何したんすかこの人。自殺系、自滅しに来たと。いろんな方いるんですねいやね、モンスターもね、いろんな考えがあると。何かあるかもしれませんね。あれ、マップだけですよね。降りれない。もうちょいでっていうか、今日ボス行けますかね。ね、行ければいいですね。右の右行ってないですよね。右の右っていうのかな。なんか右の方がボスっぽくないですか。こっち側なんか羽生えてます。今度これも見るの初めて。こんなのいましたっけ。なんか第三使徒みたいな。第三じゃないか。第三は四角形のやつ、三角形だっけエヴァっぽいっすよね。でもね、羽ついてるし。さっきのこれね、気になるよね。エレベーターも下からも登れると。今食洗機の音がすごい下から。あ少しほらいいでしょ。うちの食洗機終わったからね、早く出しなさいとなんすかね、間の悪いねえ、おかしいですよね。この間ね、炊飯器も鳴ってましたよね。この調子じゃうちの電化製品全部記録されるんじゃないですかあとなんだろう、鳴ってないの。給湯器、そうだね、鳴りそう。インターホンまだ鳴ってないですね。よかったです。なんだろう、うちのはねパナソニックかな、違ったかな。食洗機ね、いい音するでしょう一緒かみんなね。そこさっきどこですよ。もうこの辺だいぶ回ってますよね。さっきのエレベーター行きます？なんかね、エレベーターじゃない方がボスっぽかったですよね。目移りしてしまっ
罰ならさっきのもやっといてよかったんじゃないですか。嫌だ。残念。このパリも使いづらいですよね。なんか時間差っていうのかな、出してからすぐパリしないみたいなね。使わせてもらいましょう。あれじゃないですか、ボスの時爪にしてるでしょ。あれが一番やりやすいんでしょ多分ね。なるほど、出が早いからパリしやすいと。お待ちください。じゃあなんで今それ着ないですか。なんとなくそういうとこがね、あの武器を気にしないあったかけらいいじゃないですか。まだ全部取れたのかな。貴重なものを手に入れましたね。意外とねまめに拾ってますね。じゃあ行く？エレベーター。今参ります。どこ行くんだろうね。あ、わかった。あの入り口の近くに行くんじゃない。聞いてます？人の話。絶対そっちボスですよ。一回ちょっと確認しておきましょう、エレベーターをね。多分ほら入り口行ってすぐ左側にドアあったじゃないですか。大きな鹿。それですよ。赤いのない？そこに。ほらある。じゃあこれ入り口から今のとこまでショートカットできんじゃないですか。開けてみて。扉開けてみますか。ね、そうだったね。じゃあとりあえず進みましょう。ボスに向かって。お待ちください。ああ残念。いますよほらね。左。いや、日向ぼっこしてるのにね、後ろからひどいなと思って。いますよ。もう一匹。なんか出た。二箇所。いいものでしたか。なんか前回もそうですけど、ごめんなさい、真面目にやってますね。久しぶりにね、ちょっと真面目にやろうかなと。あ、ダメだ。前回なんか話したの。またね。ほら来た。終わります？違いますよね。あれ？これマップじゃないですか？じゃあ死んだらここじゃないと、復活が。回復できないで行かなきゃいけない感じですか。じゃあ
とりあえず行きましょうか。あの方ですよね、ジャックさんのね、恋人、お知り合い。使っちゃえば。使わない。ところでどこに楼閣あったんですか。これのこと言ってんのかな、ドームのこと。建物的なものなかったですよね。まあいっか。じゃあボス戦いきましょう。気をつけて。後悔の継承者。よし、行きますか。これも合ってんのかな、後悔で。難しくてね。開いた。早いっすね。このエヴァさんの後ろにいるの、多分ね、アイアンメイデン。知ってます？アイアンメイデン。メイデン。残念。早すぎますね。雑談する暇も、こっから。長いっすね。またあのゴロゴロ行くんすか？じゃあ、ヤクモさんに、ルイさん、どっちつくか。ルイさんできます？お互い、無茶はなしでいこう。そうしましょう。じゃあ、行きますか。もう一回ボスまでね。ゴロゴロ、通る？あ、さっき、アイアンメイデンっていうね、知りません？じゃあファラリスのお家とか知ってます？知らない。じゃあ通常キロですか。あ、キロって帰る道ね。ちょっとね、同じとこ見てもしょうがないからね。雑談しましょう。じゃあしょうがないんで、こればっかりはね。雑談というかね、雑学。
世界にね、三大処刑器具っていうのがねありまして、そのうちの一つは有名なギロチン、首がポーンって飛ぶやつね。でもう一個がファラリスの雄牛っていうね、あれなんだっけな、銅でできてんのかな、その鉄製でね、銅でできた、確か銅じゃ鉄だったっけな、牛の形をしたね処刑器具で、お腹の方に蓋がついててね、そこに人を入れてお腹の下から火を火を燃やすんです。そうすると中の人間が蒸し焼きになるというね処刑器具で、でほら人間が助けてって言うと牛が鳴いてるように聞こえるようにね細工してやるっていうね高度な処刑器具で、もう一個の三大って言ったじゃないですか、もう一個がアイアンメイデン、あの聖母マリア様をかたどった棺桶みたいなねもんでね、トゲトゲが中についてて中に入って蓋をすると穴だらけと、足場に気をつけろ、そういったのをモデルにしてると思いますよ処刑器具ね。で、あのアイアンメイデンってね、一説によると、どこの国、ハンガリーだっけな、バートリー伯爵夫人っていうのがいてね、その方のメイドさんが髪の毛を溶かしてる時にね引っ張っちゃって、でその夫人がね、バートリー夫人が怒ってその少女を殺してね、その返り血を浴びた手がね黄金に光ったと、それで癖になっちゃって血をね村中からほら少女を集めて血を集めるために開発したのがアイアンメイデンって言われてますね。そうだ、これ見てなかったですね、見ときましょう。あんまり血を取りすぎちゃダメだよ、人間ってやつはすぐに死ぬんだから。本当に大丈夫なのか、人間をさらってくるなんて、シルバの犬どもにバレたりでもしたら。連中は過剰な血税で私腹を肥やしてるんだ、私たちだってうるさい子だね、その耳障りな歌をやめな。大丈夫だったか、話せないのか、ここにいた連中に喉を潰されたか。もう大丈夫だ、お前の安全は俺が保証する。手紙を読んだ。残念だが、お前の要望には答えられない。レブナントになったところで、行き着く先に未来はない。命を無駄にするな。過去のことは忘れて、この施設で余生を過ごせ。
お待ち、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。過去を忘れることなんて私には無理。あの人の悲しそうな目を見るたびに心が痛くなる。どうして自分だけがこんなところにいるのか。あの人のために私に何ができるのか。君が検査に申し出てくれて本当に助かったよ。これほどの高い適合率は君が初めてだ。ただしこの検査は結果を確定付けるものではない。下手をすれば自分自身を失うことになる。それでもいいのかな。決意は固いか。それだけの意志があればきっといい方向に導いてくれるはずだ。継承者というのは。あなたにずっと伝えたかったことがあるの。ありがとう、私を救ってくれて。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。こんな方法でしか侵害の封印を維持できないなんて。侵害の暴走を許せばより多くの犠牲が生まれる。他に方法はない。耐えられないのならついてくるな。複数の侵害を取り込めるのか。お前の歌で暴走を鎮めることで。少し苦しいけれど大丈夫。あなたが抱えてきた痛みに比べればこれくらい。ここなら安全だ。少し休み。ごめんなさい、私のせいで。気にするな。たまにはゆっくり夜空を見上げるのも悪くない。なんかイベント見たら時間がねもうこんなにいってたと。なのでボス次回から行きましょうかね。ということで今日はこちらの方で終わりにさせていただきます。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。